両村内グループは、両村内ホールディングスを中心とした企業グループである。交通事業で地盤とする岡山県を中心に、生活産業などを展開する。中核会社、両村内ホールディングスのバス、岡山電気軌道の電車和歌山電鉄の、電車国際フェリーの船夢に郷土美術館、グループ共通の経営理念は、ただひろ。2010年7月31日に、 両備えグループ創立100周年を迎えたことから、100周年、記念キャッチフレーズとして、感謝の100年、思いやりで、ネクスト1 0 0年を2009年7月31日から2011年7月31日まで、使用していた。2016年7月時点のグループ会社数は56社で、その他2つの財団法人と2つの任意団体がある。現在のグループ代表は、 小島三信で、小島は、グループ企業のうち両備内ホールディングス会長を、筆頭に、岡山電機機動、和歌山電鉄、中国バス、両備内システムズなど多くのグループ企業の社長とに、財団法人、に任意団体の理事長をそれぞれ務めている。1999年に、小島が両備内バス社長、両備内グループ代表に就任して、以降、 両備えグループの代表は、小島と松田隆の二人体制をとっていたが、2011年に松田隆会長が名誉会長に退き、小島がその後を継いで会長兼 CEO に就任。さらに、松田久志が新たに社長兼 CEO に就く人事が行われ、現在は小島一人がグループ代表として紹介されている。グループ共通の経営理念、忠だを根幹に、 社会正義、お客様第一、社員の幸せの三つの経営方針と、信託経営、労使共存、共栄思想、能力主義的安心雇用の三つの経営理念を掲げている。また、ほとんどのグループ企業が黒字経営であるのも同グループの特徴である。また、業界では、地方交通の再生受けを委任とも言われ、日経スペシャルカンブリア宮殿では、 同グループの和歌山電鉄と中国バスの再生が放送された。2008年に小島光信の次男である松田敏幸が住友信託銀行を退社後、両備えグループ、東京事務所長として入社してからは、関東やアジアでも積極的な事業展開を行いグループを20億程度の利益から80億程度20年間で急拡大させている。 同氏は M&A、新事業、既存事業の改革、経営戦略本部長、不動産グループ長、安全マネジメント担当役員など多岐にわたる担当を持ち、不動産開発や M&A、アジアのコールドチェーン構築などの数々の新事業を手掛けている。子供向けの車両開発、高速バス事業の改革に向けた戦略的車両である。 完全個室バス型バスのドリームスリーパーなど車両に関するアイデアも多く実現している。グループ企業が50社以上に増えた背景には他社の救済以外に最大時鉄道からの転換期に解雇を避けるため社員それぞれの得意分野で起業したためもある。小島はこれを人間主義と表現している。選択と集中戦略には否定的で全ての業種が儲かる時はなく。 交付調を補い合う。百貨店は、子供の居場所をなくしたり、売れ筋だけに絞ったりすべきではない。人に必要とされる企業が再生できる。日本は発展途上国と価格競争をすべきではなく、両村内はラグジュアリーとミドルの間のミジュアリーを狙っているといった趣旨の経営理念を語っている。両村内グループの連結業績は売上高が三1333億円。 経常利益78億円。小島は3年後の目標として、売上高1500億円、経常利益100億円を掲げている。2020年4月時点、両備えグループとは、両備えグループ。2017年6月14日閲覧。最大時起動所代社長で、両備えグループ創始者である、松田与三郎が常に大切にしてきた言葉である。 日経 MJ2017 年5月1日掲載の小島光信インタビュー運行業務は東京都観光規制へ委託。ローズライナーリードライナーの中国バス担当便では時折イカサバス。C が容赦を引き受けることがある。両村内ホールディングス東京都内観光バス会社、日光観光バス事業継承両村内グループ、入り後もしばらくは、 両備えグループウェブサイトのグループ企業一覧には記載されていなかったが、観光事業に新拠点両備え、観光大阪カンパニー京都営業所開設開業では、両備えグループの各観光拠点、東京大阪、京都、岡山、広島とも連携することでと書かれ、同社が両備えグループであることが示唆されていた。そして現在は、グループ企業一覧にも、運輸、 観光関連の企業として記載されている。ベトナムホーチミン市に物流センターをこうティーダ観光について沖縄の真実を伝える旅を提供ティーダ観光誕生ティーダ観光公式 HP には、両ビツアーズ、中国トラベル、両村内ホールディングスが関連会社として記載されている。また、保有車両は全車三菱不装トラックバス製であり、車体には 両村内ホールディングスに準じた車両番号と業務用携帯と再車のステッカーが付けられている。和田コーポレーションが両村内グループ入り非常上企業として脇資本と経営を分離した方式での資本提携を実現和田コーポレーション両村内グループの一社に両村内ホールディングス保有する岡山高島屋の全株式を高島屋二条とイタリアイベコ社と業務提携。 エコ公共交通大国構想の実現に向けて、ありがとうございます。